ゾンビランド佐はマッパー、エーベックスピクチャーズ、サイゲームス共同企画による日本のテレビアニメ作品。2018年10月から12月にかけて ATX 他にて放送された。キャッチコピーは、私たち、行きたい。当初は、私たち、行きたい。だったが、第1話放送後に変更された。続編となる、第2期。 ゾンビランドサガリベンジは2019年7月に制作が発表され、2021年4月から6月まで ATX 他にて放送された。ゾンビとして生き返った少女たちがプロデューサーに導かれながら佐賀県を救うためにご当地アイドルとして活動する様子を描いたオリジナルアニメ。放送の4年ほど前、サイゲームスの竹中信広が 神劇のバハムートジェネシスに登場するリタというゾンビの少女のキャラクターが可愛かったことからゾンビがアイドルをやるアニメを着想した。これを死んだ人間がアイドルとして本気で生きるというドラマが作れるのではないかとマッパの大塚学文に話したことから企画が立ち上がった。仮タイトルはアイドルゾンビだった。しかし、サイゲームスの社内品議になかなか通らないでいたところ、社長、 渡辺孝一の出身地である佐賀県のアニメの依頼があったため舞台を佐賀県にすることになった。佐賀県内をロケ班で回るうち一般的なアイドルものの構想からは離れていきタイトルもアイドルの文字を外してゾンビランド佐賀に変更した。本作の企画は佐賀県の協力のもとで進められた。佐賀県の広報校長課の担当者は 自虐ネタについては全く気にしていない。それよりもマッパ、エーベックスピクチャーズ、サイゲームスの3社の制作委員会で30分中にはオールサガ、良い PR になると考えていたと、ウィズニュースとのインタビューの中で振り返っている。竹中は、ロケンから得た情報をシナリオにもたくさん反映させてます。自分たちだけでは得られない情報ですからね。佐賀県の人が見ても、 ここみたいなマニアックな場所がよく出てきますと語っている。マッパの大塚学部はストーリー構成には一番苦労したとアニメートタイムズとのインタビューの中で振り返っている。大塚はこれまでに複数のシナリオライターに声をかけたが、いずれもジョージ・エロメロをリスペクトするあまり重い内容のシナリオを提出してきた。そこで大塚は これまでマッパの作品に関わってきた村越茂ならシリーズ構成の経験はなくてもギャグもコメディもできるだろうと考え村越を起用した。本作では死を扱っていることから意見のすれ違いを描くために異なる時代を生きたアイドルたちのグループを作ることとなった。加えて各メンバーには何らかの伝説を持たせるという案も採用されブレインストーミングの時点では ハリウッド女優や双子のアイデアもあった。フランシュシュのメンバーのうち、山田タ以外のメンバーが第1話のラストまで虹画を取り戻したことについて、サイゲームスの竹中信弘は、一人ずつ目覚めさせることも考えていたが、それでは話が進まないと、アニメートタイムズとのインタビューの中で述べており、タ以外全員を目覚めさせたことで良い流れを作ることができたと振り返っている。 デザインにあたり、不気味ながらも可愛らしくしつつも、萌えにならないようにするという方針が立てられ、キャラクターデザインには、深川かすが起用された。本作では全てにおいて、大小様々なネタが詰め込まれており、ライブで観客席が映し出される場面も、デスオジをはじめとする個性的な観客が描かれた。オープニング映像はインパクトを重視した内容である。一方、 エンディング映像は水彩画のような画風で佐賀の風景が映し出されるものが用いられた。本作の音楽は高梨浩二が担当した。監督の坂井早久は採用の理由について、高梨がデスメタルを好んでいることとロックな生き方をする登場人物たちのロックな部分を全面に出しつつも可愛い部分とのバランスが取れることを期待したことと、 アニメートタイムズとのインタビューの中で述べている。また、サイゲームスの竹中信弘は、アイドル活動がお話の中心になるので、物語と楽曲をリンクさせるのが一番伝えやすいなとそういう意味で普通にライブシーンをやるよりはメッセージ性があると語っている。主題歌、挿入歌は、スクープミュージックの佐藤浩治プロデュースのもと、同社所属の作家人によって制作されている。 楽曲制作にあたり、アニメーション制作サイドからは、キャピキャピしたようなアイドルっぽいものにはしたくない、声を作らないでほしいといった要望が出された。また、作詞については佐藤から作家に対し、ゾンビ主観の歌として作らないという指示が出されている。プロモーションにおいては、作品内容に対する秘密主義を徹底した。制作発表から本放送開始まで、 新感覚ゾンビ系アニメというキャッチフレーズを除き、ストーリーに関する情報は伏せられた。プロモーションビデオも本格的なゾンビホラー作品と思わせる内容であった。東京都内で一般向けに行われた試写会では観客に秘密保持制約書の提出を要求した。これには視聴者を驚かせたいという意図のほか、アイドルものと思われると視聴者が限定される。 可能性があったためであるという。2019年7月27日に開催された、後日のイベント、ゾンビランドサガライブ、フランシュシュみんなで、オラボー。インサガ内にて、第2期の制作が発表された。辰巳ミ太郎役の宮野守は、音響制作のスタッフの提案で決まった。収録時のディレクションは宮野に、お任せされているが、アドリブではなく、 言い回しで差しを使っている。アイドルのメンバー役は山田隊以外はオーディションで選ばれた。他のメンバーは個性がはっきりしておりイメージしやすかったためスムーズに決まった。一方、桜役の選考は難航し、最終的には本土帰れが桜役に起用された。本土は名古屋出身で方言を使ったことがなく、方言を使った作品への出演は、 本作が初めてだったため、最初は台本に書かれた唐津弁を見て不安に思ったが、唐津市の出身者による丁寧な方言指導により片言の楽しさと可愛さを味わったとイベントの中で振り返っている。純子役の河瀬真希というギリ役の絹川里香も方言の楽しさについてイベントの中で話している。リリー役の田中美,美はオーディション時に渡された台本の内容から、 シリアスなアニメを想像していたが、始まってみたら予想以上にはちゃめちゃで騙されたと思ったとアニメートタイムズとのインタビューの中で振り返っている。田中は前日のインタビューの中で収録前からリリーは一番年下で身長も低いこともあって自由にやっていいんじゃないかって思いました。そして庭でタえちゃんの首が飛んでいった時実況風にやってくださいと言われて、ああ。 そんなに自由でいいんだと確信しました。と述べており、他のメンバーをおちょくるような感じを心がけていると話している。山田大役の三石琴乃のとゾンビ剣、ロメロ役の高戸康弘は、堺の指名により起用された。ベテラン声優である二人を起用した理由について、堺は、大もロメロも言葉を喋らないからこそ、表現力が必要だと思って、 いろいろな引き出しがある方じゃないと難しいだろうなと思ったとアニメートタイムズとのインタビューの中で述べている。イの担当声優が三国であることは当初伏せられていたが第3話のエンドクレジットで初めて公開された。三井氏は演じるにあたり外国のゾンビ映画を意識したとアニメートタイムズとのインタビューの中で述べており、 例えば、会うというセリフの場合は滑稽に演じるのではなく、本気で悔いにかかるつもりで演技したと振り返っている。演技の意図について、三井氏は、フランシュ種のメンバーたちもタエと同じゾンビであることを、視聴者に意識させようと思ったと前日のインタビューの中で述べている。ロメロ役の高戸は、リアルと普段のロメロとの差を出すのはもちろんですけど、話に乗っかって、 へっへ、言った方がいいのか、ガウガウやった方がいいのか、そこまで考えないで、本能でやった方がいいのかは、家でテストをするときに考えます。ただ現場に来ると雰囲気が全く変わったりするので、本能と直感でやるだけですね。と述べており、悩んだときは、監督に相談するものの、最終的には何も考えない方が、ロメロらしいのではないかと話している。サブキャラクター役には、 様々な声優が起用され、このうち警察官 A 役の吉野博之は最初の段階から決まっていた。第2話で警察官 A がラップをする場面について、先役の田野あ美は、あのシーンは最初、ラップをするとは台本に書かれていなくて、多分、ラップバトルしてるから吉野さんが、俺もやろうと言って、やったものが採用されたんですよね。 アニメイトタイムズとのインタビューの中で振り返っている。2008年、高校2年生になった源の桜は、東京のアイドルオーディションを受けようと決意し、応募書類を片手に自宅を出た途端、軽トラックにはねられてしまう。2018年、とある洋館で記憶を失ったまま目覚めた桜は、突然ゾンビの少女たちに襲われて、外に逃げ出すが、自身もゾンビと化していることに気づく。 そこに現れた青年、辰巳光太郎から佐賀県の認知度を上げるご当地アイドル企画、ゾンビランド佐賀プロジェクトのため、自分がゾンビとして蘇ったことを知らされる。桜は自分と同じくゾンビとして蘇った二階堂咲水野愛、紺野純子、夕霧、星川リリー、山田隊の7人でアイドルグループフランシュシュを結成、活動を開始する。 ゾンビならではのトラブルやメンバー間の不和を乗り越え、アイドルとして成長していく。フランシュシュは、地元佐賀の人気者となる。単独ライブを控えたある日、再び軽トラックにはねられた桜は、不遇だった、生前の記憶を取り戻し、引き換えにゾンビになってからの記憶を失ってしまう。ネガティブになった桜は、活動意欲をなくしてしまうが、メンバーや高太郎の励ましによって、 ステージに立つことに。豪雪でステージが崩壊するという大ハプニングにも負けず、フランシュシュは歌い続ける。桜はゾンビとしての記憶を取り戻し、メンバーと和解。アンコールの声に応え、7人は再び訴え始めるのだった。2019年3月、大規模会場での集客に失敗し、莫大な借金を背負ってしまった、フランシュシュ。 どうにか借金を返済しようと、アルバイトに励むメンバーの傍たわら、高太郎はといえば、プロジェクトの失敗に悲嘆し、飲んだくれる毎日だった。しかし、バーのマスターからの発破、そして、圧倒的な苦境にも負けず小さな箱での復帰ライブに、望むフランシュッシュの姿に、自身もまた、プロデューサーとしての復帰を決意するのだった。復帰以降、ラジオに TV、 ライブの前座と次々仕事をこなし知名度を上げると、共に、一人数とが確かな実力をつけていく、フランシュシュ。唯一の問題であった、莫大な借金も、タへの強運によって解消され、大失敗から一年、再び大規模会場でのリベンジライブを決意する、面々。しかしその直後、佐賀を局地的な暴風雨が襲い未有の大災害を、引き起こす。 住処である洋館を失った、フランシュシュは避難所に身を寄せ、そこで避難民のためにライブショーを開く日々を送る。災害から数日、メイクが落ちて観客に素顔を見られてしまうというハプニングもあったが、どうにか正体を隠し通した彼女たちのもとにようやく、孝太郎が合流する。リベンジライブは必ず開催するという孝太郎の言葉を受けた彼女たちは、再びライブに向けて動き出す。 2020年3月8日、様々な人の働きかけによって世界的に高い注目を浴びていたフランシュシュのライブには多くの観客が集まっていた。1年前は全く埋まることのなかった会場は観客で埋め尽くされ、フランシュシュはリベンジライブに成功。熱狂の渦の中ライブは終わる。後日、突如として空に現れた謎の飛行物体から放たれた光により、 佐賀の大地は爆発に包まれるのだった。声はアニメ版の声優。縁は舞台版の俳優。謎のアイドルプロデューサーを名乗る辰巳孝太郎が存在が風前の明かりとなっている佐賀を救うゾンビランド佐賀プロジェクトを実現すべく現代にゾンビとして蘇らせた7人の女性アイドルグループ。ゾンビバレを防ぐため各メンバーは本名ではなくフランシュと・シュと 番号で名乗り、正体を隠して活動している。リーダーは先。言葉を発せないた、絵に関してはダンスのみでの参加となっている。平常時は、顔色が悪かったり大きな傷跡があったりと、ゾンビらしい外見だが、アイドル活動をする際には、光太郎の施す特殊メイクによって、整然と遜色ない見た目となっている。リベンジ、では光太郎が施すものには遥か劣るものの、 自分たちで一般人には疑われない程度のメイクを行うことも多い。グループ名は桜が思いついたフランボワーズとタイのくしゃみを合わせてリリーが決めた。発足当初はテッス娘グリーンフェイスとコウタロウが適当な名前をつけていた。本人たちを除いてフランシュシュがゾンビであることを知っているのはコウタロウ、ジョフク、マイ、オーコジョの4人である。ここでは フランシュ種のメンバーが生前関わっていた人物についても記載する。明治時代の人々旧、三菱合資会社から市店ドライブ委員長656、広場駅前不動産スタジアム主題歌、挿入歌は主にフランシュ種の楽曲が使用されており、フランシュ氏名義は第一期第三話の劇中から使用されている。フランシュュの歌唱メンバーは、基本的に、源の桜。 二階堂先、水野愛、紺野純子、夕霧、星川リリーの6名となっている。オープニングテーマ及びエンディングテーマは、フランシュシュによる楽曲となっており、小山ことが作詞を手掛けている。第1期のオープニングテーマの各曲とエンディングテーマの各曲を収録した各シングルが2018年11月28日に、同時発売される際には、大張正美による、 応援イラストとコメントが公開された。フランシュシュ2号の佐賀が佐賀であるためにフロムゾンビランド佐賀リベンジは2021年4月18日から6月27日まで毎週日曜22時22時30分に FM 佐賀で放送されたラジオ番組。パーソナリティは二階堂先役の田野あさみ。リベンジ2話で描かれた佐賀県の伝説のロックスター。 ホワイトリューのラジオを、デン演じる、二階堂先が受け継ぐエピソードを再現したもので、初回放送前週の4月11日には、ホワイトリューの佐賀が佐賀であるために、も、未告知で放送されている。YouTube のシガミスチャンネルにて、スナックチナツで働く夕霧が、視聴者を出迎えるというコンセプトの動画が配信された。なお、2021年5月29日に、コラボ企画として、 馬娘の公式 YouTube チャンネルパカチューブよりゴールドシップが客として訪れる形で登場する回が配信された2018年10月9日よりサイゲームスが運営するウェブコミック配信サイトサイコミにて連載中作画は空道へ紙書籍は1巻の未公団社から発売された2巻にあたる佐賀激闘修行編は アニメショップ系とシストアのみでサイ・ゲームスが発売した。それらを電子書籍として小学館が発売しており、3巻目にあたるカイコロマン編も同様に取り扱っている。なお、電子版は2巻の方が1巻より先に出ている。コミカライズではあるものの光太郎のプロデューサー活動が重点的に描かれており、本編の出来事についてはアニメを見るよう注釈がついた。 場面も多い。生前の山田胎が描かれるスピンオフゾンビランドサガガイデンザ・ファーストゾンビーがウルトラジャンプにて2021年6月号より連載中。漫画は深川かすみが担当。本作の舞台となった佐賀県の観光や産業などへの影響として以下のような報道がされているゾンビランドサガステージでドーンのタイトルで舞台化され、 2020年9月5日と6日の2日間、葬月ホールにて公演された。当初は同年3月11日から14日まで公演予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で前期日程に延期された。公式サイトだけではなく、本編を含む、ゾンビランドサガリベンジに関するカテゴリー、フランシュシュ2号のサガがサガであるためにフロム、 ゾンビランドサガリベンジに関するカテゴリー。ゾンビランドサガガイデンザファーストゾンビーに関するカテゴリー。ありがとうございます。